こんにちは、丸さんです。びっくりした今、ピューピューって言ったね。丸さんです。久しぶりにまたあの雑誌の紹介を、マガジンの紹介したいと思ってます。本当にここのとこね、雑誌買ってなかったんだよね。まずこれワイヤード、これがボリューム37です。もう気が付いた。でもちょっとワイヤード、あれあれって思わない？実はですね、これよいしょ、こっちがね、あの前回の号、これが36号、こっちが37号。ほらほらほら、大きさがこんな違うの。こんな違うんでしょ、大きさがね、ちっちゃくなりました。まあ、このサイズだとね、ちょっとしたバッグの中にもボッと入れといてもいいかなっていう感じです。最近いろんなね、あの特に女性向けの雑誌かな、ちっちゃいバッグではね、同じ大きさ、あの大きさの違うサイズが出てる、同じ内容でね、バッグに入れやすいサイズになってるかなと思います。今回がブレイブニューワールド、 SF がプロトタイプする未来ということでですね、いつにも増して、このワイヤード 文芸誌ですよね、文芸誌になってます。いわゆる SF、 英語的に言うとサイエンスフィクション、サイファイって言うんですけど、サイファイプロトタイピングということで、いろんな方が SF なんだけど未来予測を込めたというような感じの作品を載せています。新聞の4コマ漫画じゃないんですが、このワイヤードを買って真っ先に見るのが、このまずは、編集長の、関東源って言うんですかね、まずそこを読むのと、それで今回のこの号の趣旨が大体わかるというのと、あとここにある、あの新聞の4コマ漫画じゃないですけど、真ん中ら辺にあるこの漫画ですよね。今回北村みなみさんの来るべき世界です。絵のタッチがとってもいいんですが、ある夫婦とそこに生まれる子供の話なんですが、やっぱりね、子供って、いつの時代もこうニュータイプというか、あの新しい時代に向けてちゃんとこう生き延びるためのこうなんていうのかな、能力というかスキルを持って生まれるんだなっていうような感じがします。とそんな感じで続いておりまして、これ実は文芸誌の極めつけ、最後筒井康隆大先生の小説が入っております。本当に全体があのすごく文芸誌です。ワイヤード、ね、値段もちょっと安くなりました。価格980円、税込み980円です。大きさもね、こんな大きさ変わりましたので、この大きさ小っちゃくなりましたので、バッグにも入れておくといいかなと思います。かなり今回読み応えがあります。ワイヤードボリューム37、特別編集って書いてあったっけ。